はいどうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうかなと思っています。本日は元明石市長の泉さんですよね。泉さんが言ったことが記事になってるんですよ。そちらの方を皆さんに共有したいなと思うんですが、どんなことを言ったかというと、今月の28、29に政倫審が開催されるわけですよ。やっと開くわけですよね。政治倫理審査会でしたっけ、まあ政倫審ですよ。それを開くことになって、まあまあそれはいいでしょう。開きなさいよということなんです。で、それに出席するのが5人らしいんです。たった5人ですよ。本来ならば出席しなきゃいけない人数って、本来ならば50何人いるわけですよ。51とか56とかいるわけですよね。そういう人たち全部呼んで、だからね、2日間だけじゃなくて1週間ぐらいですよ。ぶっ通しでやるべきだと思うんですが、まあどうやら2日間の開催で、5人が出席するということなんです。で、その中に萩生田とか入ってないらしいんですよ。萩生田呼べよって思うけどね。萩生田は入ってないと。で、萩生田曰く、いやいや、私は呼ばれていないと。自民党の基準みたいなのがあるらしいんです。どうやら。その基準というのは、今回政倫審に出なきゃいけないのは、事務総長経験者みたいな感じなんですよ。で、萩生田は事務総長経験者ではないので、今回は除外されたということなんです。だから私は呼ばれてないので行きませんよ、みたいな、政府みたいな感じなんですよ。出るのよと思うんですけどね。萩生田出たらボコボコにやられればいいんですよ、あいつはね。で、そういう基準に萩生田満たしていないので出席しないと。その基準に満たしているのがどうやら5人らしいんです。で、その5人が出席するんですけれども、まあ、泉さん曰く、嘘つきに嘘をつく場を与えるだけじゃないかと、政倫審はね。どうせ呼ぶなら証人喚問しなければいけないんだと。で、証人喚問というのは拒否できないらしいんです。だからね、証人喚問するべきだと。で、虚偽答弁するとそれは犯罪になるので、虚偽答弁も許されない場なんだと。だから政倫審とかで嘘をつかれるぐらいだったらもうね、証人喚問しろと、国会でね。やれよという話なんですけど、まあその証人喚問も記憶にございませんと言われれば終わりたんです。それはもう政倫審もそうですよね。うやむやにするんですよ、おそらくね。だから記憶にございませんか言わないかもしれないけど、誰かのせいにして私は知りませんでした、私は知りませんでしたってもうね、言うことは分かってるんですよ。まあ、やっと開催されたし、こういう奴らたちに鉄槌を下す場であってほしい、政倫審はね。まあそういう気持ちも僕はあるんですけど、泉さんはね、真っ向から否定して、いやいや無駄だよと、呼ぶんなら証人喚問でしょっていう話をしてるんです。まあそのあたりを含めてね、こちらの記事をご紹介したいと思います。これはフラッシュの記事ですね。タイトルが嘘つきに嘘をつく場を提供するだけでしょと、泉房穂さんですよね。政治倫理審査会を徹底批判と、裏金の全容解明期待薄の理由はということで、冒頭部分です。自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で2月28、29に開かれますと、政倫審ですね、衆議院で。で、政倫審には安倍派座長だった塩谷立元文科省と、同派で事務総長を経験した松野前官房長官で、西村前経産大臣、高木国対委員長、そして二階派の事務総長だった武田元総務大臣が出席すると、合わせて5人ですね。まあ、この中に萩生田は入っていないと。その入っていない理由としては、明確な基準が公表され対象になるのであれば拒むものではないと。だから拒みはしないけれども、自らね、政倫審に出て身の潔白を証明するつもりもないということですよね。これだけ騒がせておいてですよ、萩生田いくらでしたっけ、2800万ぐらいでしたっけ。しかも不明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 って書いたね、張本人ですよ。で、対象にならない、で、基準がしっかり公表され対象になるのであれば拒まずに出ますと言うんだけど、いやいや、説明責任ってそういうものじゃないでしょと、自分から進んで出るべきじゃないんですかと、あなたが出ると言ったことに対して政倫審の委員会は拒否するものではないと逆に僕は言いたいんですけどね。まあその基準というのが、事務総長経験者という自民党基準に合致しないために出席できないらしいんですよ。出りゃいいのにね。
で、2月21日、立憲の後藤議員が萩生田議員はなんで入っていないのかと、仮に事務総長経験者だけだとしても、なぜ下村博文が入っていないのか質問しましたが、林官房長官は、岸田総理も自民党総裁として説明責任を尽くすことを促していると、こればっかりですよね。促す。答弁するにとどめましたということでね。やっぱどうしてもね、逃げたいんでしょうね。逃げ切り図ってますよね。で、5人衆出しても、おそらくね、ろくなこと言わないんですよ。まともなことというかさ、結果的に交わして終わりなんでしょうけどね。で、自民党側は野党の求めに応じて、他の46人の意向を確認しているようですが、やんわりと出席しない方向に導いているとも聞いていますと、出席人数は必要最低限になるでしょうということで、促してはいるけれども、まあ、どうしても出たいというのであれば政倫審に出てもいいけれども、特にね言われない限りは出なくていいんじゃないんですかっていう空気感でしょ。最悪ですよね自民党。それに対し泉さんはこういうわけです。政倫審なんか意味ないと、承認喚問せよと。まあ、承認喚問は出てこいと言われた人間には出席義務があり公開ですと。公開なので非公開ではないということですよね。で、嘘をついたら偽証罪に問われます。しかし政倫審は3つともないと、一番大きいのは嘘をついたところで何の罰則もないことです。結局茶番になるんじゃないんですかと。それがここですね。政倫審は嘘つきの政治家に嘘つきの場を提供するだけ、あえて嘘をつかせる場を設ける必要なんてありませんよ。国会議員が平気で嘘をついて逆に免罪符にされてしまうだけですと。だから意味ないよ、承認喚問せよと言ってるんですが、最も承認喚問をしたところで記憶にございませんと言われたらそれで終わりだと。記憶にないということは偽証ではないですからね。記憶にないんだもんだって、答えたくても答えられないんだもん。記憶喪失だからね。そう言われたら終わりになる可能性もあると、森友学園の例も出していますけれども、まあ本来ならば国会というのは予算案とか能登半島地震被災支援とかですね、国民生活を支えるような議論をすべきであって、まあそうですよね、予算委員会ってそういうものだと思うんですが、まあ野党は裏金問題ね、特に立憲は時間をかけてるんですが、でもね、その立憲があれを時間をかけてやらなかったら他の野党やらないと思うんです。そしたらより一層裏金問題が闇に隠れていくわけですよね。こう白日のもとにというか、日の当たるところに持っていけないわけですよ。だから立憲民主党は一定の、僕はね、仕事をしてると思いますよ。他の党がじゃあやるかって言ったらそんなにやらないわけですよね。だからどうしても立憲だけが裏金問題をやって他のこと言ってねえじゃねえかと、そんな暇あったら他のことちゃんと議論しろよ、立憲何やってんだという声もねあるんですよ。でも立憲やらなかったら裏金問題はうやむやになりますよ、本当に。で、だったら第三者委員会を設置して叱るべき方々に半年くらい任せて全容解明してもらったらいいんじゃないのと、まあ、いうことなんです。で、第三者委員会の委員を誰が決めるんですかと、自民党が決めたら一緒じゃないですかと僕は思いますけど。で、今回なんてどうせ政倫審で手打ちするだけの与野党の出来レースですよと。政倫審に一部の議員が出てそれで終わり、あとは法改正して秘書に押し付けるだけじゃなく政治家にも責任を問う連座制っぽいのを導入するだけですと。まあ最低でも連座制を導入するべきだと思うんですが、僕前もこれ動画で言ったかな、連座制をしなくちゃ責任を取れないとかね、アホかと思って、自分のところの事務所の秘書とかね、そういう人たちがそういうことをやったのであれば、責任の所在というのはさ、議員ですよ。だから議員が責任取るべきですけどね。こういうふうにルール化しないと責任取れないようなさ、責任の取り方を知らないようなやつら国会議員になってるんですよ。クズですよね。でも日本では連座制は完全にザル法になるから意味ないですよと。だって議員はいろいろな政治団体を持ってますから、裏金をどの団体の収支報告書に書かなかったのかという事実が特定できない。それに口頭の指示だと証拠が残らないからね、ということで結果的にザルになるんじゃないかということなんです。だから今言ったようにさ、責任の取り方をルール化するんじゃなくて、責任の取れないやつはさ、もう国会議員になるべきではないんですよ。はい、ということで、政倫審に出ても結局出来レース茶番だというふうに言ってるわけです。かといって、まあ、泉さんは承認喚問をすべきだと。承認喚問はね、やっぱりその国会の中というか中継でやったりしますからね、堂々とやるべきだと。で、偽証罪にも問われることなので、嘘はつけないんだと。だから承認喚問をするべきだと
言ってるんですが、結局記憶にございませんと言われたらそれまでなわけですよ。だからね、何が正解かもわかんないけど、要は追求する側がしっかり追求すべきですよ。答えないのはもうわかってますからね。生理心であろうが、承認喚問であろうが、はぐらかすとか人のせいにするとか、記憶にないとか、そういう答弁をするのはもうわかりきってることですから。だからそんな答弁が来るのを想定して、どんどん突っ込む、追い込んでいくべきですよね。で、今回5人なんですけれども、目指すところは51人全員ですよ。全員出席させて、公開の場でね、ネット中継するべきですよ。で、それを見て判断するのはさ、政治家じゃなくて国民だと思うんです。だから国民に判断させるべきですよ。そのためにもね、衆議院を解散するべきだと思うんですけどね。まあ、とにかく今の国会を見てたら、やらない方向というか、できるだけやらない方向で、できるだけ逃げる方向。でも、国民には一生懸命真摯に対応してますよ、というふうに映るような答弁。それが促しているということですよね。促しているで押し切っていくんじゃないかと、というふうに僕は思っています。以上です。ありがとうございました。